細川律夫は、日本の元政治家、弁護士である。衆議院議員、衆議院環境委員長、衆議院決算行政監視委員長、厚生労働大臣、第89大裁判官弾劾裁判所長などを歴任した。高知県阿川郡五北村出身。明治大学法学部卒業後、弁護士となる。大森官議員事件では、被告人の弁護を手掛け、 冤罪を晴らし逆転無罪を勝ち取る。その後、正解に転じ、1990年の第39回衆議院議員総選挙にて初当選。日本社会党、社会民主党を経て、1996年の旧民主党の結成に参加した。1998年、旧民主党、民政党、新党友愛、民主改革連合が合流した。 民主党の決闘に参加する。鳩山幸男内閣、菅直人内閣で厚生労働副大臣を務め、菅直人改造内閣では長妻明に代わり、副大臣から昇格する形で厚生労働大臣に就任。2010年9月29日、中国建国記念レセプションに出席した。2011年発足の再改造内閣でも留任した。 同年9月に発足した野田内閣では政府から離れ民主党の大議士会長に就任した。2012年12月16日執行の第46回衆議院議員総選挙では埼玉3区の小選挙区で出馬するも自由民主党新人の木川田一氏に敗れ落選。比例復活もならず7期続いていた衆議院議員の議席を失った。 2014年12月14日執行の第47回衆議院議員総選挙では埼玉3区の小選挙区で出馬するも再び落選。比例復活もならず議席を回復できなかった。投開票日、翌日ホームページ上で政界引退を表明した。後継は山川由里子立憲民主党衆議院議員。2010年9月21日。 新旧厚生労働大臣の事務引き継ぎにて、長妻明と2015年11月、朝日大受賞受賞。ありがとうございます。